アレクセイ・スタンチンスキーは、ロシアの作曲家。地主階級に生まれ、専門的に学び始める前から、地元の民族音楽を収集したことがある。モスクワ音楽院に学び、ニコライ・ジリャエフとセルゲイ・タネーエフに師事。作曲家で最も将来を嘱望される学生であったが、父親の急死を機に、精神病を患い、たびたび精神病院に入院した。意識の成長な時は、ごく普通に作曲活動に取り組んでいたが、ひとたび妄想に襲われると、宗教熱が高まり、作品を破り捨てるなどを繰り返した。最終的には医者に見放されている。1914年の秋に、転地療養を兼ねて、クリミア地方の友人の別荘を訪問中に失踪し、謎の溺死を遂げた。検視の結果、自殺説と事故死説の2つの可能性が示唆されたが、確証のないまま前者の可能性が高いと言われてきた。スタンチンスキーの現存する作品は、ほとんどがピアノ曲である。ソナタやフーガのような大形式の作品も見られるが、ほとんどは前奏曲やスケッチなどの小品集である。スクリャービンの影響のもとに、濃密な半音階や繊細なリズム語法を用いたが、次第にムソルグスキーや民族音楽に影響されて、先鋒性や変拍子を多用し始め、恩師タネーエフ流儀の対法的処方にも傾倒し、とりわけカノンを好むようになった。スタンチンスキー作品では、これらが複雑に絡み合っているが、ムソルグスキーの影響が強まってからは、旋律においても歌声においても、全音階的な傾向が明らかとなっている。短い一生の間に、メトネルやアレクサンドロフらといった学友を感服せしめ、両者は共にスタンチンスキーへの追悼作品を作曲した。スタンチンスキーの存命中に、ロシア帝国の主要な都市でそのピアノ曲が演奏されるようになっていたものの、幾多の政変による紆余曲折を経て、作品が出版された時には、作曲者の死から、四半世紀が経っていた。また、サムイル・フェインベルクは、スタンチンスキー作品の擁護者であり、ソ連の国内外で演奏したほか、アレクサンドロフ同様、自身の作曲様式において、多少の影響を受けている。プロコフィエフは1913年に、スタンチンスキー作品について、文章を残しており、プロコフィエフのピアノ曲は、辛辣で、小気味良い表現において、スタンチンスキーとの共通点が認められる。アルトゥール・ルリエもスタンチンスキー作品を知っていたらしい。ありがとうございます。